ここでサンディがちょっかいかけたせいでジーンのウルトが溜まってしまう。まあでも俺の動画に出てくる人はそんなの関係ないですわな。そりゃ最初から隣がモーティスっていうね、まあ、これかなり厳しい状況なんですけど、まあ、こっからね立ち回り次第ではもしかしたら何かがね変わってくるかもしれないんで、ここで隕石に追いかけられるが、まあ、ここはね、まあ、なんとか逃げていくと。でね、こういうね壁を使って、まあ、逃げていければ、まあ、もしかしたらこのモーティスからね逃げられるかもしれないですよね。この上の壁がね大事なんですよね。ここの壁、あ、逃げる道がなくなってしまう。でもね、上、スパイクも来よる。隣にはモーティス2人目。うん、悪すぎ。モーティスバグでロボットを引き連れたらこうなったと。これ最強だろ、これ。誰も止めれんやん、こいつ。ウルト持ちのフランケン。あ、これは回ってるんだけど、嫌な予感、嫌な予感。まあ、そりゃそうなるわな。エリザベスがボール、あ、これモーティスがね、塞いでるんで結構厳しいと思うんですけど、おっと、一人ワンツー。ボールキャッチする直前に飛べばそうなるんだね。さあ、今、巷で一番嫌われているマックスなんですけれども、これはどうなるか、カールが襲ってくるウルトで逃げる。おお、すげえ。おお、ウルト早え。これは嫌われるわ。おい、待って、シェリー課金しすぎだろ、マジ。えぐい、えぐい、えぐい。絶対100万ぐらいつぎ込んだやん、これ。なんか、風船ガム食ってるし、こいつ。上にボールがある。プリモのウルトが溜まっている。もう、あれしかないでしょ。いけ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 。リコの玉がめちゃくちゃ綺麗。お、めっちゃ綺麗なんだけど、これ。あ、ちょ、違う違う。見るとこそこじゃないですね。あ、プリモ、動画癖強すぎだろ、これ。ピタゴラスイッチ。なんじゃそれ。さあ、あと4秒でリコがいい感じのパスをしていく。これはどうだ、決めることが弾きとは。戻ってきよる。戻ってきよる。防いできよる。こいつえぐい。こいつの少年えぐいわ。飛ばされても帰ってきよる。